皆さんこんばんは、えななです。今日はこちらの中身が見えるお裾分けファイル、こういった感じのものを作っていきたいと思います。で、途中でマグネット止めのやり方も解説していきたいと思いますので、今日はこちらで、これはちょっと、特殊のこのもうこういうデザインされたものを使っているんですが、プラ版でも代用ができますので、100均のもので全部できると思います。で、マグネットホックも今は100均にも販売されているので、こんな感じでちょっと今日はやっていこうと思います。これはデザインはオリオンカフェさんのものをすべて使っております。ペーパーも。よければ最後までご視聴お願いいたします。で、必要な材料なんですが、画用紙と厚紙、それとプラ板ですね。私はちょっと今回もこういったデザインされたもの、こちらはアリエクで購入できます。こういったものを使って作っていきたいと思います。あとはマグネットホック、留め方を変えたい方は他のものでも大丈夫です。先に厚紙を幅が 16.5 で 5.5、2.5、12.5、2.5で 12cm で、このサイズでカットしておいてください。そしてプラ板なんですが、サイズは 10.5 で、横がこれ 14.7 なんですけど、15でカットしておいていただいたらと思います。で、コラージュされたい方は先にプラ板とかにコラージュをしていただいてたらと思います。あとは必要な紙カツで使うもので大丈夫なんですけど、 5mm の両面テープはあった方がいいと思います。で、この展開図の 12.5 のやつ、この一番大きいものを端から 1.5 の幅に印をつけて、こんな感じで 1.5 これ自体に書いても隠れるので、普通にボールペンで書いていただいて大丈夫です。で、こんな感じで印ができたら、この線でカットしていきます。ここまで準備できたら画用紙に貼っていきます。で、ちょっと多分全体的にこう貼っていっても足りないと思うんですよね。詰めていけばギリいけるのかもしれないんですけど、多分余白部分が足りないかなといった感じなので、先にこの 5.5 からまず貼っていきます。で、土台作りがもう分かっていらっしゃる方は飛ばしていただいて途中からで大丈夫です。Thank you.
最後足らないと思うんですね。だからここで一旦カットします。これ15センチぐらいのもう先にカットしておいての方が多分ちっちゃい方がやりやすいと思うので、でここに1センチの両面テープをつけていただいて継ぎ足します。こんな感じで貼っていただいたら周りを両面テープを貼ります。でこの中も両面テープを貼ってください。でそしたら角このところを落としていきます。これは海外の方が道具として、商品があるんですけど、手作りでちょっと角っこの処理用に作ってみました。でこの中は斜めに、この角に向かって斜めにカットしていただいて大丈夫です。でできたらこう。中に倒して画用紙に合わせて貼っていきます。
で、イメージ的にはこういった感じですね。で、次にプラ板、プラ板を貼っていきます。で、外側に 5mm の両面テープを貼っていただいて、で、ここの窓のところに貼っていただきます。で、難しい方はこちら側に、本体の方につけてもいいかもしれないですね。本体の方につけてからそれに合わせて貼る。たらもうこれで窓の完成です。で、続いて、蓋の方からマグネットをつけていきたいんですけど、蓋側は蓋の方か、こちらで、表の方がこちらになるので、こちら側から先にやった方がやりやすいです。先に厚紙だけ切ってまた貼ってまた切ってってした方が一番やりやすいんですけど、ちょっと手間なんで、今回は私は先にここの部分を貼りたいと思います。で、この部分はこの窓のところから、ここですね、9.5 ぐらいですかね。ちょっとこの隙間分でちょっと人によって変わってくると思うんですけど、9.5 の幅のペーパーか画用紙を準備していただきます。こんな感じで窓枠より上にペーパーが貼れました。で、そしたらこのちょうど真ん中の2センチ、
外から2センチのラインに合わせていただいて、で、8.25 のところに印をつけます。で、これを当てていただいて、これになぞっていきます。ここをくり抜いていきます。で、ペンの跡より周りを大きめにカットするといいと思います。差し込んでみて入ったら OK です。で、ちょっと押していただいて、で、フラットにしていきます。で、そしたら今度はこちらの面ですね。この面に貼りたい、デザインしたいペーパーを先に貼ります。結局こちらのペーパーを使ってみました。で、これでここの部分だけ貼ったら、こちらを合わせて蓋を閉じた状態の時のイメージを持たせます。で、手前の方が5ミリ、短いので、こういった隙間ができてできた状態が普通です。ここ真四角になるようにして、クリップ、こんな感じでクリップで留めてから、こちらも合うようにまっすぐになってるかを見て、しっかり位置を調節してください。軽くちょっと見えますかね、ここなんですけど、跡ができるので、この後に合わせてこれを置きます。くり抜いていきます。で、こんな感じで止まりました。したらこちらの外の残り、ここはこのままでもいいですし、ペーパーを貼り付けて同じようにくり抜いて貼っていただいて、周りの部分を貼っていただくのと、あとこの中ですね、これもここの窓枠ギリギリぐらいまでのところでサイズを測って貼ります。ちょっとこちらだけはちょっとサイズ感が違うので、ここからちょっと貼っていこうと思います。で、中が貼れたら開いた状態の時に貼った方が貼りやすいので、外側を貼っていきたいと思います。こんな感じで全て
貼り付けました。今回はこちらは全部貼ってみたんですけど、こんな感じで今出来上がってる状態で、ここからなんですけど、今こちらが 12.5 で 1.5 ほど窓枠を開けた状態なんですが、 11.5 ぐらいで画用紙を準備していただいて、こういった感じのものを作ります。準備していただいたら、まず1.5 ですね、 1.5 外から取ってるので、この部分を 1.5 で折れ線をつけます。で、そしてこれが1本目の折れ線で、1センチ間隔で9本折れ線をつけます。9本折れ線ができたら、最後は 1.5 残してカットします。で、これを山折り谷折りで折っていきます。ね、こんな感じで準備できたら、こう見た時にこちら側が外になるように、で、こことここに両面テープを貼ります。で、このままでもいいんですけど、この下になる側をちょこっと三角にカットします。これができたら、この土台にこちらの外側を外に向けて折れ線、ここの折れ線より1ミリ、まあ、ぴったりでも大丈夫かな、合うようにこの外側に沿って貼り付けていきます。で、ここに画用紙の色が気になるようであれば、こちらのデザインペーパーをここに貼っていただく。これ中にペーパーを仕切りを作って見えるようにして、外から見ても可愛いようにしてるんですけど、そういった場合を好まれる場合は 11.5 よりちょっと短めにしていただいて、外側も 16.5 より短めにしていただく。で、このバランスのいい位置、どこのひだのところでもいいんですけど、私は1個目2個目のここにまずこうやって貼り付けて、こちらも同じように1個目2個目だったら2個目のところ、こんな感じで貼ります。で、ここで貼れたら、この一番手前の両面テープを外して、下が同じ位置になるように貼ってください。
この下のラインですね。で、外側に沿って貼っていけば揃うと思うので、同じようにこちらもやっていきます。では中身がこう、中のデザインも見える感じで、で仕切りもつく感じですね。これでもう完成で、あとは中身をざっくり入れていただいて、こういった感じでこの中で袋を開けしてもらって、ここにこう好きなデザインのものをこう入れたりしたら、中に何が入っているかっていうのも分かる感じ。もうこれお裾分けファイルの土台が作れる方であれば簡単に作れると思うので、ぜひ作ってみられてください。感じで今日は終わります。それでは。